こんにちは。占い師のすみれです。お札に印刷されている人物が誰か、パッと思い浮かびますか？紙幣の顔に選ばれる人物は、その人物が日本の歴史や文化に重要な影響を与えた人物であったり、社会的に高く評価されている場合が多いです。今回この動画で取り上げたいのは、2024年から新五千円札の顔となる津田梅子です。なんか男っぽい顔だと思いませんか？今回はこの男のような顔をした津田梅子の嘘か本当かわからない逸話、その人生を紹介します。また占い師である私が津田梅子を人相学的な観点からも人物像を探っていきたいと思います。実は津田梅子は現代のある人物と顔がそっくり、それが誰なのかは後に紹介したいと思います。津田梅子は1854年に江戸で生まれました。彼女は幼少期から教育への熱い関心を持ち、当時は男女ともに教育を受けることが難しい時代でしたが、学びたい気持ちを持ち続けました。津田梅子の父親は明治初期の西洋農学者津田仙。津田仙は蘭学や英学を学び、幕府の外国方奉行通弁役として仕官します。幕府の兼米施設の通訳として渡米したこともあります。自らがアメリカでさまざまな刺激を受けたため、梅子を留学させようとしたのかもしれませんね。しかしこの時代に娘を海外留学させるにはかなり勇気がいったのではないでしょうか。津田梅子は1871年6歳で渡米し、アメリカ合衆国に留学しました。その後アメリカの女子教育機関で学び、西洋の近代的な教育制度を学びました。津田梅子は1871年明治政府が不平等条約の改正を目指して欧米視察に派遣した岩倉使節団と一緒に渡米、満6歳で北海道開拓使が募集した日本最初の女子留学生5人のうちの1人でした。アメリカではワシントン近郊のジョージタウンに住むランマン夫妻の家に預けられ、1873年にはキリスト教の洗礼を受けました。その後津田梅子は一度帰国しますが、1889年伊藤博文の勧めで華族女学校の教授をする傍ら、自分自身の学校を作る夢を持ち続け、再度アメリカへ留学することを決意します。帰国後の1882年に日本で最初の女子職業教育機関である津田塾を東京に設立しました。津田塾は女性に幅広い教育機会を提供し、彼女たちの社会進出を支援する役割を果たしました。津田梅子は女性の社会進出と権利向上に尽力しました。彼女は女性が教育を受けることによって自立し、自らの力で社会に貢献できると信じていました。また津田塾では英語や家庭科、裁縫、音楽など実用的な技術も教えられたため、卒業生たちは教育だけでなく職業的なスキルも持っていました。津田梅子の功績を考えるとお札の顔になるのも納得ですね。ここでもう一度津田梅子の顔をじっくり見てください。誰かに似ていると思いませんか？実は津田梅子が新五千円札の顔になると決まってから、ネット上ではある人物と似ているとちょっとした騒動になったのです。そう、この人、堀江貴文さんです。ではどのあたりが似ているのか、占い師の私が詳しく見ていきましょう。パッと見てまず印象に残るのは、2人とも顔が大きいことです。人相学的に見て顔が大きい人はタフです。心身ともに頑強な人です。子供時代にアメリカ留学をした津田梅子、独力で会社を起こし世間に大きな影響を与えた堀江貴文さん。タフで相当なバイタリティがなくてはこうはならなかったでしょう。
もう少し細かなところも見ていきましょう。津田梅子の目です。堀江貴文さんの目です。二人の目に共通しているのは大きな二重の目であることです。人相学的に見てこのような目を持つ人はフットワークが軽く、やりたいことがあればそれをすぐに行動に移します。留学し自分の大学を作った津田梅子、大学在学中に起業した堀江貴文さん、似ているところがあるかもしれません。引き続き見ていきましょう。津田梅子さんの口です。堀江貴文さんの口です。二人の口に共通するのは口角が下がっているところです。人相学的に見て口角が下がっている人は競争の激しい世界でしぶとく生き残っていけるタイプです。津田梅子は高学心のある女性が生きづらい時代に女性の社会進出と権利向上に尽力しました。堀江貴文さんも逆境に負けず、今も IT 業界をはじめ日本経済にかなりの影響力を持っています。この写真は東京大学です。堀江貴文さんが東京大学出身なのは有名ですが、実は津田梅子も東京大学にゆかりがあるようなのです。津田梅子は若い頃に男装して東京大学で学んだという噂があります。彼女は東京大学内で非常に優秀な成績を収め、教師からも高く評価されたとのことです。この話が真実であるかは定かではありません。しかし津田梅子の顔を見る限り、男装をして男子学生の中に入っていてもバレないかもしれないとも思います。かなり男っぽい顔ですからね。津田梅子の津田塾は成長を続け、現在の津田塾大学に発展しています。彼女の先見の明と情熱によって日本の女性教育の歴史において重要な役割を果たしました。また津田梅子の活動は日本の女性の社会進出や権利拡大に寄与し、その影響は長く続いています。2024年に津田梅子の顔が印刷された5000円札が出回るようになったら、津田梅子の偉業に改めて注目が集まるかもしれません。このチャンネルでは今後も歴史に名を残した人物に焦点を当て、その人物像や功績、そして人相学的な観点から見たらどんな人物なのかを考察していきます。現代の人物で似ている人を取り上げて比較もしていきたいと思います。運勢や生き方に意外な共通点が見つかるかもしれません。この動画が良かったと思ってくださった方は高評価やチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。